山本ひかるです。ベーシストです。普段もシンセベースをよく弾いてるんですけど、今回音を作らせていただくということで、自分も結構プリセットから作ることが多いんですけど、プリセットの音でちょっと尖ってるなって感じることが多かったり、逆にどういう成分があるのかすごい分かりやすいんですけど、あんまりそのまま使うことがなかったので、ちょっといじって使うみたいなプリセットの使い方をよくしてたんですけど、例えば初めてシンセベースを始めるっていうのに買う方とかで、そのちょっとのいじり方が難しかったりするかなっていうのが自分の感想であって、なのでそのまま使えるような音を作るのを目指して音を作らせていただきました。最初にご紹介するのが、13番に入ってる音です。この音はオクターブ奏法だったり、シンセベースでオクターブが鳴ってて気持ちいいような、ずっと続くような曲って最近結構あると思うんですけど、そういうのでかっこいい味が出せるようなポルタメントの具合だったり、低音の支え方とかちょうどよく出てくれるような音を作りました。この具合だとグリッサンドした時の音がすごいかっこいいです。続いてご紹介するのが14番の音ですね。この音は、短く、結構短めの音なんですけど、っていう風にオクターブ上とか下の音を結構重ねていて、エレキベースでいうとオクターバーとかがかかったような音なんですけど、ちょっと広がりを持たせていて、なので短く弾いても、なんだろう、結構圧があるような音ですね。みたいな、こういう短い音。長くももちろん弾けるんですけど、この短く、例えばリズムっぽく、みたいな、結構短めに弾いても広がりがあるような音です。次に紹介するのが16番の音なんですけど、これは結構このサスティンが短い音で、ポルタメントもそんなにつけてないので、ラインが見えやすい、ちょっとカタカタしたような音になってます。次にご紹介するのは3番の音です。これは結構比較的長めのロングトーンだったり、ロングトーンを使うような曲で、だから結構ちょっとテンポ遅めの曲だったりで、下の方をちゃんと支えられるロングトーンがグーっていう鳴るような音を作りました。最後にご紹介するのは、15番の音です。これは結構悪い感じの凶悪な音になってて、結構ガッと出た音になってます。この音は、ベンダーにピッチベンドのオクターブのを入れていて、結構他のは1音のオクターブだったりカットオフの入れてたりするんですけど、これはオクターブで入れていてっていう風に、1オクターブ下、1オクターブ上まで上がるようになってます。これがあるとちょっと私的に便利だなと思ってるのが、サスティンもずっと続くような、自然には消えない
で強めの音って切り際が結構困るんですけど、なんかで流して終わったりとかもできるんですけど、それを例えばでやったりするとパツって切れなくていいなっていうので入れてます。